オプションがまだ残されてるんですよ。大学行かなかったら、もう大学行くっていうオプションはなくなっちゃうんで。もういろいろありますね。もうパラパラ話していくと、まず一つ目は、はい、これは当たり前の話ですけど、間違いなくそこの経験があったから今があるわけじゃないですか、その人も。なので、そこは勘違いしちゃいけないなって思いますね。僕も含めて。僕は東松ディスる。僕前職1個しかないんで、あれなんですけど、東松をディスるっていうのは、確かに例えですよ。違いますけど、僕の場合全然違いますよ。違いますけど、例えじゃあ東松がブラックだとして、で、給料をくれなかったとしても、でもその経験が絶対生きてるはずなんですよ、今に。だから独立しただろうし、だから今ブラック企業にならない自分が勤めてるだろうし、授業に対してね。絶対何かしらあるはずなんですよ。っていう意味では、全てのものに感謝できるかっていう意味では、絶対あるはずなんですよ。前職って言ってる前なんだから、前じゃなくて今にいるってことは何かしらのきっかけを与えてくれたっていう意味では、それが良かったとしても悪かったとしても全部絶対感謝のはずで、そこは一つまず大前提として間違ってるかなとか、やっぱ辞めた方がいいかなと。あと二つ目は、じゃあ辞めたってことは、まあ、転職もしくは企業、フリーランスだと思うんですけど、そういう次元に行けば行くほど、前をじゃあそういうの悪く言うんだったら、じゃあ自分が高次元に行ってるってことなんでしょうね。ディスってるってことは。ってことは、上次元に行けば行くほどなんですけど、そのロジックで言うと、人間性が問われるんですよ。当たり前ですけど、独立したら次は自分で営業を取ってこなきゃいけないし、じゃあそれがさばけなくなったら次従業員の方々に働いてもらわなきゃいけない。で、そんな簡単なもんじゃなくて、ちゃんと伝わるかどうか、それがで、やってもらわなきゃいけないっていうところに考えたときに、人間性が問われるんですけど、そんなこと言ってる人のところで働きたいですか？ないですよね。じゃあそんなこと言ってるところに発注したいですか？ないですよね。僕はもう本当に僕もそう思うんですよ。じゃあ自分がどう見られてるのかっていうのを考えられない時点でもう多分次ないと思うんですよ。ただ自分がどういう振る舞いをしたり、自分の発言が他者にどういう影響を与えるのかっていうのを常々考えないと上次元いけないと思うんで、前職をディスってる時点で自分がそこまでって言ってるようなもんなんですよ。だって前職が悪いって言っちゃってるんだから、自分がそういうことがあったから今があるんですって言えるのかどうかで、もう事実は同じですよ。でも他者からの評価って変わるはずなんで、そこら辺を考えられない線で自分が損しているよって言いたいだけです。結局もったいない。むしろ感謝しまくった方がいいですよ。例えばそれが嘘だったとしても、本当は絶対あるはずだから、まあ、いつの間にかそういうふうに思える自分になるというか、そうした方が得だよって普通に言いたいです。1個目はね、なんか説教みたいになりますけど、結局じゃあ損か得かでみんな聞きたいでしょうから、そっちは得だよって普通に言いたいです。前職本当にもうめっちゃしごかれましたけど、あれだったから今があるんですって言った方が絶対いいじゃないですか。前職しごかれて、もう体壊したからやめたりましたわって言われてたのと全く一緒なんですよ。同じことなんですけど、あ、じゃあ君今頑張ってんだねって、前職ね、感謝してるのすごいねって、じゃあ今回こういう仕事やってみるって絶対言われると思うんで、普通に自分ごとで損得で考えてもいいんじゃないかなっていう。だって自分の時そうするんじゃないかと思いますかって、普通に普通に俺がディスられるのかなって思いますしね、はい、結論どっちでもいいです。それは本当にどっちでもいい、どっちでもいいんですけど、それこそそういうこと言う人ほど、議論する人ほど僕は言っていいんじゃないかなと思います。それに対して反論を唱えたりとか、なんかそのなんか言いたい人ほど、なんでかっていうと、そんなやらなくても成功する人って、そもそもそういうツイートがそもそもおすすめとか関連で表示されない次元で生きてるんですよ。ってことは自分でもそもそもなんかやってるだろうし、大学行ったとしてもそんなこと気にせずに自分の道を歩んでるだろうし、なんでそれに気にする人っていうことを言った方がいいと思います。なんでかっていうと、多分その次元なんですよ。これもまたレベルの話になっちゃうんですけど、その大学行かなきゃいけないのか、もう自分で働いた方がいいのかっていう次元で勝負してる、まだ自分のスキルだったり価値観だったりするんで、そういう人は一回行っておいて、でその上で行ったら辞めれるじゃないですか。辞めれるって選択肢も取れるし、行き続けるって選択肢も取れるんで、オプションがまだ残されてるんですよ。大学行かなかったら、もう大学行くっていうオプションはなくなっちゃうんで、その中で何かを探さなきゃいけないんで、あとはなんでそういう風に言ったかというと、そういう次元なんだったら、そういう次元ってことはもう多分影響される側の人間なんですよ。とか、その受ける側の人間のマインドなんで、だったら想像できる未来って、どっちかというと従業員の未来なんですよ。採用される側の未来なんで、じゃあ採用される側で何が強みかってやっぱ学歴になっちゃうんで、だったら大学行っといた方がいいです。選ばれないからじゃないと、はい、言っとかないと。なんでかっていうと、当然選ばれるのは、選んでくれるのは誰かっていうと企業側だから、企業側はどうしても大卒の方がいいと思うんで、いつも思うんですけど、それが全部主観的とか自分が主人公になっちゃってるんですよ。自分が主語になっちゃってるんですけど、うん、いやもうその時点でやめた方がよくて、相手なんですよ。だって相手から選ばれなきゃ恋愛もその仕事も全部そうなんで、じゃあ企業が何を求めるか、だってその就職する人なんだから、こんなこと言ってるってことは、ってことは学歴見ますよね。なんでだったらそれにフィットさせに行くしかないんで、行った方がいいです。じゃなくて自分で起業したりとか自分でどっか行っちゃうんだっていう人はもう自分が採用する側なので見ないじゃないですか。だからそういう人は、ね、気にせず行っちゃってくださいって感じですけど、まあ、保険かけた人は言っといた方がいいかな。それしたら辞めれるってオプションもあるから、まだ、うん、
ここでは行って良かったし、大学の学歴ももちろんありますけど、その入る過程がすごい良かったですね。プロセスが、大学受験ってもうその合格不合格かが出るんで、そこへの目標達成のプロセスっていうのは未だに残ってますよね。短期集中で逆算して、ゴールから逆算して、今何が足りてないのか、でどういう勉強すべきなのか、で当練を受けて、模試を受けて、で自分の理想とのギャップを見つけて、でじゃあどうやったら残された、さらに短くなって残された時間内で合格に持っていくのか、で最後の最後は合格なだけなんで、その時のまあ幸せだったり、さっき言った感謝の気持ち、あ合格させてもらったんだなって思えるところとか、そうだ、また周りにも優しくなれるし、でそんな気持ちで入った大学でさえ、もしかしたら理想と現実のギャップで思んないなと思って辞めたとしても、でも行ったから思えるわけで、行かなかったら一生行っとけばよかったなって人生しか待ってないんだけど、行ったらそういうふうに思える、まあ、そういう感じで、人間は何かしらやっていった方がいい気はしますけどね。